楽器の還元に乗せられ、弁慶は千人力の活躍を見せる。しかし戦況は悪化、ついに楽器は義運の手に落ちた。卑弥呼の懇願を入れ楽器救出に向かう弁慶、そこに待ち受けていたものとは。してやろう。敵部隊から装備を奪え、貴様の得意技であろう。敵の装備が強化されているんだ。
様が討ち取った。孫悟の強さ見せてやるぜ。してんじゃねえか。手貸すぜ。敵将、いてこましとった。義経様、せっかく会えたってのによ。元気らしいや。電球班らしくないで。さーて、清盛のおっさんが待ってる。行くよね。悔しいけど、悟空についてくしかないか。